しいことです。あの列車の嵐山にとって列車の名前がさ、嵐山列車なんだよ。あ、そうなんだ。そうなんだよ。じゃあ回せるぞ。これ嵐山列車あるから嵐山で読むのかと思ってた。マジで地方が来た人みんな嵐山って言うからね。清水寺ね、あれなんかあの感じの並びだと大体もう清水じゃん、名前とかで。だから清水寺って言うんだと思ってた。清水ってこと。刺身こんにゃくかな。あ、刺身こんにゃく使ったじゃん。